どうも、バンです。ですね、視聴者の方からですね、コメントを最近ちょくちょくいただきましてですね、その中でですね、エンジンヒデさんという方がですね、大変、嬉しいコメントをいただきましてですね、でそのアンサー動画といいますか、そのようなね、動画を考えつつ、ちょっとね、雑談といいますか、いつものようなラジコン飛行機雑談、始めさせていただきたいと思います。このエンジンヒデさん、コメントいただいて嬉しかったです。まだ、このエンジンヒデさんはですね、ラジコン飛行機始めたばかりということで、で、まあ、僭越ながら僕の動画をですね、参考にしていただいているというふうにね、おっしゃっていただきました。でね、やっぱ部品をどれ選んで何をどうしたらいいのかとかいうのがですね、やっぱりわからないというふうにですね、おっしゃってるんですね。で、どこで買ったらいいのかもわからないと。セットで買えばね、ラジコン飛行機のセットを買えば、それは全部コネクタだろうが、電池だろうが、もうすべて揃ってくるんですけども、やっぱり、これは僕の持論でもあるんですけども、セットものはね、壊れたら、そこでね、ラジコン飛行機の趣味を続けていこうかっていう気にね、あんまならないと思うんですよ。以前僕もね、そうだったんですよ。1回か2回ぐらいではあるんですけども、Amazon とかでね、数千円のセットを買って、で、飛ばしたこともあるんですけども、壊れてしまったら、それをね、修理がね、まあ、難しいんですよ。プロペラにしても、何にしても、胴体にしても、修理仕様にもですね、合わないんですよ。そのキットについてくるプロペラが壊れたとして、そのプロペラなんですけども、例えばその交換用に売ってるプロペラがね、パッとね、合わないことがね、多いんですよ。まあ、もちろん探せばあるかもしれないですけども、何が言いたいのかというと、今ちょっとざーっとこう、パーツをね、なんとなく並べてみましたけれども、汎用的なパーツを使った方がずっとね、続けられるんですよ。キットに使われてるやつは、パーツはですね、コストダウンされてるんで、汎用的なパーツがね、合わないことが多いんですよ。それで、結局キットを買って、墜落して壊れて、そこで、まあ、なんとか修理する、という状況においてもですね、なかなかうまくいかずに、そこで諦めてしまうというパターンがね、多いと思います。実際僕も何年か前にそういうことがありました。で、そこからね、数年間ブランクがあって、いよいよ航空法が改正されるっていうタイミングで、よし、もう本当に、この年になって、50代になってですね、中学生ぐらいの時から、もうずっとやりたかったことをですね、まあ、一回はやってみようと、やり遂げてみようというふうに思って、まあ、一年ぐらいかけてここまで、来たかなというとこなんですね。で、コメントいただいた、このエンジンヒデさんという方も、何年か前の僕のパターンとね、ちょっと似てるんですよ。キットを買って、で、墜落して、なんとか自分で中華格安のやつを買って、んで、墜落して修理しようとしたんだけれども、なかなか、うまくいかないと、いうふうにね、おっしゃってるんですよ。確かにその通りだと思うんですよ。発泡スチロールとかでできている機体が壊れたとしてもですね、まあ、グルーガンでつけりゃいいんですけれども、やっぱり破損した部分って、継ぎ足しが必要になる場合もあるんですよ。そこはだから自作の場合はいくらでも継ぎ足しができるんですよ。スチレンボードってね、こういう素材ですよ。こういう素材で、歯切れを使ってもいいですしね。そういうような感じで、墜落しても何度でも、格安で、ほぼ、0円に近い金額で修理もできるんですね。自作が軌道に乗ればですね。で、まあ、ちょっと話が丸くどくなりましたけども、このエンジンヒデさんもおっしゃってるんですけれども、まあ、それよりも何よりも何を買っていいのかと。で、コネクタ、このエンジンヒデさんの場合ですけど、コネクタを、まあ、ネットで注文をしようとしたんだけれども、種類が多すぎて、そもそもどれを買えばいいかわからないと
いうふうな、コメントでした。でも、結論言います。これ買ってください。これです。コネクターね、何種類かあるんですよ。何種類かあるんですけども、これに統一しといた方がいいです。XT30 っていうコネクターです。小型の電動飛行機をやる場合は、これで大体いけるはずです。で、僕の場合、XT60 っていうこの、ちょっと大きめのやつも使ってるんですけども、これは1号機と9号機と6号機で使ってるんですけども、まあ全部 XT30 でもまあいけるっちゃいけるのかなという気はしますけど、まあ、ちょっと大きめの機体の場合は、XT60 を使うようにしてます。だから、まあ小型ですね。1メートル以下の、翼鳥の場合が多いと思いますんで、XT30、これでいいと思います。で、翼鳥が1メートルを超えるような機体であったり、重い機体であったりした場合の、頑張って飛ばんといかんので、電力をたくさん食うと思うんで、XT60 を僕は使うこともあります。ただ、XT60、XT30、2種類使ってるんですけども、どっちか1個にしておいた方がいいなぁとは思いつつね。ただ、ちょっとでもやっぱりラジコン飛行機なんで軽量化したいんで、XT60 ばっかり使うってわけにもいかないんですよ。容積もかさばりますし、メカを搭載する部分をこれだとね、入りきらない場合もあるんですよ。この違いでさえもね。で、あと、T 型コネクターっていうこういう、企画もあるんですけど、これ以前僕ちょくちょく使ってたんですけども、なんかね、接触不良がちょくちょく起こるんですよ。これ昔からある企画だと思うんですけれども、なんかね、怪しいんですよ。だからもう最近はちょっと使わないですね。で、ちょっとずつですけども、 XT60 に、ちょっとずつ切り替えていってます。で、まあ、XT60 か XT30、まあ、大体において XT30 を買えばいいと思います。動画説明欄の方にリンク貼っておきます。で、で、バッテリーなんですけれども、バッテリーもね、いろいろありますけどもね、だいぶ買いましたね、ここにある通り。ニセル 650mAh、ニセル 450mAh、ニセル 300mAh、そして、サンセル 300mAh、サンセル 450mAh、そして、ニセル 1800mAh、ニセル 900mAh、サンセル 850、サンセル 1100、ヨンセル 450。こんだけ持ってます。で、いや、じゃあ、どれを使えばいいんだと、いうことになろうかと思うんですけども、多くの場合は、サンセルでいけるんじゃないかなと思います。サンセルの450ぐらいを使うことが多いです。もしくはサンセルの、サンセルの450が多いかな。サンセル850っていうのもありますけど、ちょっとでかくなってくるんで、あんまり、全部が全部これでいけるということではないですね。やっぱり、機体のサイズに応じて、変わってきますね。で、前回、ラジコン飛行機始め方っていうね、動画を一本作りましたけれども、その、ラジコン飛行機、8号機ですね、Amazon で1000円ぐらいで売っている発泡スチロール、なんかな、EPP なんかな、多分 EPP に近い発泡スチロールだと思うんですけれども、その機体の場合は、これがね、2セルでいけちゃうんですよ。2セルの650、2セルの450。この辺を使ってます。でね、2セルでいけない場合があるんですよね、なぜか。2セルっていうのは、パワーがちょっと落ちますよね。7.4V です。で、3セルっていうのは、ちょっとパワーがでかいですね。11.1V ですね。で、もう一つ要素があって、なんちゃら C っていうね、そういう要素があるんですけど、この数字がでかいほど、どうやら大電流が流せるんじゃないかなというようなところがあるんですけど、ちょっとこの辺は、先輩のオレキレキの方々にちょっとアドバイスをいただきたいんですけども、ですよね。今これ、1100の3、
セルの 11.1V、35C っていうバッテリーなんですけども、他にも、このなんちゃら C がでかいとたくさん電気が流せるような気がするんですけど、ちょっとね、何をもってして何なのか、ちょっとその辺よう分からないです。で、とりあえず、僕の場合は、例えば、8号機の場合は、2セル 650mAh、2セル 450mAh、あたりを使ってますね。で、ちょっと小型になってくると、小型になってくるとね、これがまたなんかよくわからないんですけども、小さい飛行機は頑張って飛ばないといけないんで、3セルでないと飛ばないことが多いんですよね、なんか知らないですけど。例えば3号機、4号機なんかは、3セルをよく使ってますね。だから、ちっちゃいからあんまりでっかいバッテリー詰めないんで、3セルの 300mAh とか、3セルの 450mAh。まあ、サイズ感的にこんなんですね。こんなんとか、こんなんを使ってますね。ただ、あっという間に電池がなくなります。2分とかね。早い時は1分半とかで、電池がなくなってしまいますね。まあでも、そんな何十分も飛ぶようなもんじゃないと思うんですよね。ラジコン飛行機の場合ってね。ただ、僕の作り方が悪いんで、もしかしたら、2分しか飛ばないのかもしれないですけれども、っていうところですね。あと、充電器ですね。充電器僕3種類使ってます。一つ目、B3 Hot RC っていう、これ Amazon で1800円ぐらいのやつですね。2セルと3セル用のバッテリーです。で、このね、白いコネクタ。この白いコネクタをここにつなぐんですよね。こんな風にして。で、こっち、AC100V を突っ込むと。すると、充電できますね。こんな感じ。で、赤いランプがついてるときは充電中で、充電完了したら、緑になりますね。で、まあ、基本はそんなんです。で、ちょっとこのコネクターがね、なんかね、なかなか外しにくい場合が多いですね。なんかね、こうやってつけるのはいいんですけども、なんか、この片側からやったらなんか壊れそうやしとかって、結局ね、爪を立てて両側均等に力を込めてグッて、こんなしてやってますね。なんかね、この辺もね、素人がっていうか、失礼な言い方しましたね、今。ちょっとね、初心者でとっつきにくいところかな、というふうに思いますね。あとは、4セルのバッテリーを充電するように買ったんですけども、同じメーカーですね、4セル対応のやつをまた使ってます。あともう一つ。これ、オフロードラジコンのセットについてきた充電器なんですけども、USB、コネクターで、充電できるやつです。で、これ2セルまでしか充電できないです。これね、どういうことなのかって言ったら、USB って 5V じゃないですか。で、充電っていうのはセルごとに行うんですよ。でね、これ2セルのバッテリーですけども、これね、線が、この充電端子にね、こんな3本あるんですよ。で、こっちがグラウンドで、これ、さらに赤いやつが2本ついてますでしょ。で、セルっていうのは、まあ、この電池の隔壁みたいなもんですよ。で、それが、隔壁が1枚っていうか1つあって、2つのユニットでできてるのが2セル。1セルが2つで2セルなんですよ。で、別々に充電しよるんですよ。で、1セルは、3.7V だったかな。3.7V ですね。だから2セルやったら 7.64V になるわけですよ。直列なんでね。で、なんでこんなことをわざわざするのかというと、このリチウムポリマーバッテリー、リポバッテリーっていうのは、このセルごとに充電することによって、効率よくね、充電するっていうことができるんですよ。
直列でしか充電できないような仕組みにしておいたらですね、セルが1個死んだ場合に、すごく電池の効率が悪くなってしまうんですね。なので、セルごとに充電できるようにしているのが、この立方バッテリーなんですね。なので、1セルは 3.7V なんで、まあ、5V のね、USB でも充電できるということなんでしょうね、おそらくね。もしかしたらちょっとぐらい昇圧してるかもしれないですけど、ちょっとその辺はよくわからないです。で、まあ、そんなことよりもですね、これが、まあ、リポバッテリーっていう、まあ、ちょっと取扱注意みたいなね、そういうところがあるバッテリーですね。で、購入するときに注意しなければいけないとき、Amazon で注文するにしても、AliExpress で注文するにしても、このコネクタ、コネクタを、選べる場合が多いんですよ。あなたはどのコネクタで注文しますかってね、商品を注文するときに、XT30 がいいのか、XT60 がいいのか、T 型がいいのかってね、選べる場合もあります。選べない場合もあるんですよ。なので、このバッテリー欲しいな、いいバランスの取れたバッテリーやなと思ったんだけれども、いやー、T 型しコネクタしかついてないのかっていう、いうような場合でもね、注文しちゃえばいいんですよ。注文しちゃってから自分でね、ここぐらいは変えましょう。これぐらいは、できた方がいいです。ハンダ付けです。で、ここのね、電源端子ですね、生きてるバッテリー、リポバッテリーなんで、電池のこのコネクタをね、変える場合は注意が必要ですね。で、その様子は動画また別途アップしてますんで参考にしてみてください。で、コネクターにしろ、充電器にしろ、それをね、合わせる必要はね、ありますね。ラジコン側はアンプなんですよ。ね、まずアンプに、この、バッテリーをつなぐわけですよ、こんな風にしてね。これアンプです。ね、アンプから、電池つなぎますし、こっちモーターですよね。で、こっち、この、3本線、オレンジ、赤、茶色っていうのが出てますけど、これは受信機の方に行きます。で、やり方としては、これ XT60 のコネクタですけども、こんな風にしてね、まあ、つなぐわけですよ。で、このね、この、もうちょっと話を整理しますと、バッテリーとアンプの間のこのね、端子はね、各種、種類があるんですよ、何種類も。さっきから何度も言ってるように、XT60 だの、30だの、T 型だのね、あるんですけども、このね、充電端子。この充電端子はね、種類は1種類だけのようです。どうやらね。ただし、セルによってこの横幅が変わるんですよ。だからこれ3セルのバッテリーなんで、ここは4本あるんですよ。グランドと、あとそれから、セルですね。各セルごとに3本と。だから、6セルのでっかいバッテリーとかやったら、ここが7本になるわけですね。というわけで、ここのコネクターの規格は、心配する必要はないです。ただし、セルに応じて横幅が変わると。だから、そのセルに対応した充電器を買う必要があるわけですね。まあ、だから大概は2セルか3セルなんで、まあ、この B3 ホット RC っていうやつを買っとけば、まあ、こと足りるんじゃないかなというふうに思います。で、これ、別の動画でも言いましたけれども、充電するときは、つっききりで充電しましょう。目離したらダメです。万が一ね、リポバッテリーなんで、万が一、発火したら、もう、何もかも終わりです。パワーです。火事です。なので、充電するときは目離したらダメですね。で、本来であれば、
このね、ラジコン飛行機の電池って、外で充電するもんらしいんですよ、どうやら。親バッテリーがあって、親バッテリーは家で充電していって、で、まあ、休日のね、日曜日とか土曜日とかにラジコン飛行場行って、で、飛ばす直前に30分くらいかけてね、充電してという運用の仕方をすることが、まあ、それがね、普通らしいんですよ、どうやら。ね。ラジコン飛行機を飛ばす場合は、もうほぼ、まあ、クラブに入って飛ばすというのがセオリーなんですよね。僕の場合は違いますよ。僕の場合は、ご近所さんと、まあ、コンビ組んでやってるっていうところはあるんですけれどもね。ラジコンクラブ行って、やってるっていうことはないです。なので、このね、B3 ホット RC、これ、家でリッチウム、リポバッテリーがね、充電できるっていうことではあるんですけど、やっぱこれを使う場合は、目離しちゃダメですね。で、ラジコン飛行場で親バッテリーが充電するというのであれば、まあ、ラジコン飛行場で、まあ、屋外でね、燃える分には、まあ、少々、まあ、家は火事にはならないかなと。その辺ちょっと焼けるかもしれないですけど、まあ、目離しちゃダメですよ。ラジコン飛行場でもね、もちろん。で、ラジコン飛行場行ったとして、まあ、いつでも、からでも飛ばせるわけじゃないんで、順番待ちとかがあるでしょうし、30分ぐらいはね、すぐ順番待ちあるでしょう。から、その時に、充電するというようなね、運用スタイルになるようですね。はい。僕には実はその経験はないです。何でも前にも言いました通り、地元でね、合法の範囲で、飛ばせる範囲でやってますんで、ちょっとね、僕の場合は運用のスタイルが違います。でもね、ラジコンクラブ、まあ、入るのがもうごくごく一般的普通なんですけれども、飛行機の場合はね、やっぱりそうは言ってもね、ラジコンクラブのね、入るハードルっていうのはね、結構高いと思いますよ。やっぱり休日一日潰れますし、で、まあ、すぐ近くにあるっていうこともね、非常に少ないと思います。遠いね、ところまで、車でね、3時間、4時間かけて皆さん行っておられる方もね、多いと思いますよ。なんですけれども、僕の場合、本当に幸いなことに、すぐ、目の前が琵琶湖なので、琵琶湖の上でなんぼ飛ばしても誰も文句は言いません。ただし、琵琶湖に落ちたら自分で何とかして取りに行くと、それだけの話なんですね。はい。というわけで、まあ、ぐだぐだと雑談をさせていただきましたけれども、エンジンヒデさん、本当にね、コメントいただきましてありがとうございました。自分なりに なんかちょっと雑談めいたことでね、ぐだぐだと話すだけの動画になってしまったんですけれども、大変恐縮です。またもうなんぼでも話すことあるんで、話させてこの点の話をね話させていただこうというふうに思います。グルーガンの話とかでもなんぼでもあるんでね。はい、というわけで本日以上です。ではでは。